東京リベンジャーズ鬼滅の刃コラボ企画、体重が重いのはどっち、スタートです。第1問。松の千冬とかまど炭治郎、どっちが重いでしょうか。答えはかまど炭治郎でした。第2問。林田春樹と品津川さねみ、どっちが重いでしょうか。答えで両方とも体重出ますので、難しくやりたい方は体重も当ててみてください。答えは林田春樹80キロでした。第3問。橘直人とルイはどちらが重いでしょうか。重いのは橘直人でした。第4問。竜宮寺剣ドラ剣と赤座はどちらが重いでしょうか。副総長対上限の3の対決ですね。答えは竜宮寺剣の方が重かったです。1キロ重い。第5問。花垣武道と吾妻善逸はどちらが重いでしょうか。答えは吾妻善逸58キロでした。第6問。芝八戒と黒脂肪はどちらが重いでしょうか。2番隊副隊長と上限の1ですね。答えは黒脂肪でした。93キロ。第7問。佐野万次郎と円武はどちらが重いでしょうか。総長対下限の1、両方ともよく眠るんですかね。答えは円武62キロでした。第8問。三谷隆とかまど禰豆子はどちらが重いでしょうか。両方とも裁縫が得意。裁縫対決だったらどっちですかね。答えは三谷隆57キロでした。第9問。川田直哉と時任無一郎はどちらが重いでしょうか。これは同じ声優対決ですね。どちらでしょう。答えは両方とも56キロで同じでした。第10問。
橘直人と花垣武道のが2人と宇髄天元はどちらが重いでしょうか。2人対1人ですね。どっちでしょう。答えは宇髄天元95キロの方が重かったです。第11問、これも2人対1人ですね。林田春樹、林良平の2人と姫島行明はどちらが重いでしょうか。答えはペイアンとパーチンの2人の方が重かったです。第12問ラストです。2対2の対決ですね。指定対決、これは松野千冬と馬地圭介、指定というか何というか違うか、甘露寺光と煉獄杏寿郎はどちらが重いでしょうか。答えは甘露寺光と煉獄杏寿郎の方が重かったんです。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。